皆さんこんにちは、カイチャンネルのカイトです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて皆さん、アップルの開発者会議 WWDC の話題で今日一日おそらく持ち切りなんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、今回なんといってもビジョンプロという AR のヘッドセットの製品が発表されたりということにもかなり注目されて、そちらに目が行きがちなんですけれども、今回カイチャンネルでは日常で使うような機能改善というのも見逃せないと思い、 OS のアップデートを中心にお話しできればなというふうに思っています。では早速いってみましょう。では発表された内容をざっくりまず見ていきたいなと思います。15インチの MacBook Air、 Mac Studio と Mac Pro という、まあ、プロ向けの Mac の製品であったり、まあ、先ほども言った AR ヘッドセットの Vision Pro、 そして iOS、iPadOS、WatchOS、MacOS の最新バージョンのものが発表されました。ではまず MacBook Air の15インチから見ていきたいと思いますが、基本的には今まで13インチだったものを、まあ、15インチにちょっとサイズを物理的に大きくしたような感じですね。で、大きな画面で編集されたい方であったりとか、まあ、あと初めて Mac を使うようなっていう人にも、まあ、ぴったりかなというふうに僕個人的には思っています。また Mac Studio とか Mac Pro とかっていう製品も発表はあったんですけども、まあ、プロ向けのかなりちょっと使う人が限られてくるような製品になってくるので、今回は割愛したいと思います。今回 Vision Pro という製品が発表されたんですけれども、まあ、こちらにもかなり大変関心が高いということで、まあその AR ヘッドセットである Vision Pro を、まあ、こんな感じで装着すると、周囲の環境というのはもう無限のキャンパスのように、まあ、今まで iPad、iPhone で使ってたものがそのまま映し出されるという、まあある意味こう無限に広いのでアプリ同士で重なって見えることもなく、画面の制限というのは基本的にないので、やっぱりアプリを見つめて反応して動かしてやったりとか、指をタップする、スクロールするといった意味で操作をしていくという製品になっています。ただこれ気になるのが、バッテリー持たなすぎじゃねってことなんです。やっぱりこう2時間ほどしか、しかもコードのついた状態のバッテリー2時間ほどしか使えないということなので、そこはまだ難しいところなのかなっていうふうに思ったり、あとゴーグルがちょっと見た目でちょっと重たくないのかなと思ったりもしたんですけど、多分少し軽量化はされてるのかなっていう、どうなのかなっていうのは思ったりもします。というのがここまでのお話で、さてここから本題に入りたいと思いますが、カイチャンネルでは OS のアップデートに注目しました。まずこれは iPad と Mac の進化だと思います。ステージマネージャーの改良というのがあって、まあ、いろんなアプリを開きながら作業することあると思うんですけど、それを瞬時に切り替えができるっていうのが、まあ、ステージマネージャーのいいところなんですけれども、まあ、iPad の方だと、ウィンドウの位置とかサイズの柔軟性というのが、ちょっと今までちょっと限界があったんですよね。それが、まあ、さらにコントロールしやすくなる、パソコンのようにこう、サイズを自由に決められるというようなことを、そして、また iPad では外部ディスプレイの内蔵カメラに対応するということで、さりげなく紹介があったんですけど、これはすごく大事な進化かなというふうに思っています。 iPad 版の方では特に進化は大きいのかなというふうに見ています。続いて iPhone の進化ですね。 iPhone の iOS17、 あ、まあちょっと17というふうにあえて読むんですけれども、では、まあ、新しい絵文字ステッカーに写真の被写体をステッカーにするという機能が入りました。まあ、ライブフォトっていう1枚の写真って何枚のかの写真が重なって撮れるっていうような機能なんですけど、それにエフェクトというかアニメーションを追加して、まあ、会話をしたりとか iOS 全体で簡単にアクセスできるようになるということで、ステッカーを剥がしたり貼ったりサイズを変えたりとか、そういう他の調整ができるという機能もあります。ただこれ結構重要でだなと思うのは、日本ってあんまり iMessage とかメッセージの文化がないんですよね。みんなほとんど LINE だと思うんですよ、使ってらっしゃるのが。なので LINE でもこの機能が開放されれば使う人増えるのかなっていうような印象を受けました。
まあ、アップルだけで囲うというよりもやっぱりどこまでサードパーティーっていうのを認めていくのかっていうところはちょっとアップルさんやっぱり懐の大きさが試されてるのかなというふうに思ったりもしてます。そしてエアドロップにも進化がありました。エアドロップを使うとやっぱり iOS、 まあアップル製品同士だったらこうファイルとか写真とかをこう簡単に無線ですぐ転送できるっていう機能なんですけども、それに今回ネームドロップというのが追加されます。ネームドロップというのは iPhone 同士 iPhone アプローチを近づけるだけで連絡先の情報とかを簡単に交換できるという、 iPhone 同士が近くにある場合は同じデジタルを使って、まあ、本当にコンテンツを共有できるということなんですけど、これはもう名刺交換みたいな感じのイメージで撮っていただいて構わないと思うんです。こうやって iPhone 同士を、ね、重ねるだけで連絡先交換できる、かなり便利なんですけど、まあこれが Android、 まあさっきと同じような話なんですけど、 Android にも配布されたらもっと汎用性広がっていいなと思うんですけども、まあなかなか技術的な問題なのか、それともアップルの懐の問題なのか分からないんですけど、やっぱり厳しいですよね。で続いてがスタンバイ機能というのは目覚まし時計のような機能なんですね。これはやっぱり iPhone を横向きでマグセーフを使って充電して、で iPhone 40 Pro しかまだ対応はしてないんですけど、常時点灯ディスプレイの機能を使ってさまざまな情報を出すということもできるようになりました。まあ、ちょっとこれはまだ対応していくも、まあ、機種がまだ少ないということで、これ使える人限られてくると思うんですけど、やっぱりそこも今後はどういうふうに広がりを見せていくのかなっていうのはちょっと楽しみです。次はですね、ちょっといいなと思った機能が MacOS の方であったので、そちらも紹介させてください。MacOS ではですね、まあ、プレゼントとかをする人いると思うんですけど、やっぱりそういう時にコンテンツってね、データをまあちょっと今ちょっと やってみますか、こんな感じでなんか出すことができるようなイメージです。ビデオレーバーで映ってるからちょっとうまく後で編集したいと思うんですけど、こういう感じでこう資料を出しながら説明をすることができるっていう機能ですね。まあ、ウィンドウを簡単にコンテンツ共有できるっていうのはかなり便利かなと思います。なんかニュース番組っぽいですね。でもこれをまあかなり便利かなというふうに思ってます。まあ相手の表情が見れるっていうのも大事かなというふうには思います。では対応するモデルは M1 以降の Apple C 以降の搭載の Mac で、まあアプリは FaceTime はもちろん本当 Zoom や Teams でも使えるということで、そこはちょっと汎用性広くてばかなというふうに個人的には思いました。さてここまでちょっとなんかだんだん話してると楽しくなって、ちょっとこんな感じでお届けしてきましたが、大事なのはどんな iPhone に対応するのか、対応機種なんですけれども、2017年発売の iPhone 8っていうのはサポートがなくなる、 iPhone XS 以降のモデルが対象になるということです。で iPhone SE の第2世代以降も対象となります。で iPad の方は iPadOS、iPad Mac に関しては、マコライオのようになっています。大体のものが対応していると思うので幅は広いかと思うんですけど、やっぱりサポート嫌いだなって場合もあるかもしれません。はい、これらのマイナーアップデートっていうのはやっぱり日常的に iPhone を使うユーザーにとってはすごく嬉しいものだと個人的に思うんですけれども、やっぱり注目度っていうのはどうしても低くなりがちだったので、今回あえて大きく取り上げてみました。実際に使ってみると、もしかしたらその改良点で少し生活がちびっと豊かになるってこともあるかもしれません。まあ、この秋に予定されているアップデートでより快適な iPhone ライフを送ることができればいいなというふうに思います。この動画が少しでも参考になったよという方は、チャンネル登録、ベルマークの登録もお願いします。よかったら他の動画を見ていただけたら嬉しいです。今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。ではバイバイ。